じゃあということで、ついに各搬入が終わりました。はい、よいしょ。こんな感じになります。はい、すごいですね、これマジで。みんな見に来て、家具もらったよ。ちょっとなんかポイントがいっぱいあるらしいけど、はい、とりあえず見ていきましょう。はい、はい、これ、ゆっぴーさんが塗ってるこれ、はい、なんか今流行りの、YouTube の動画でも結構あるやん、樹脂。うん、あ、わざとこの穴が開いてる木を探してきて、はい、樹脂を入れて、ボコボコしたらライトがつきます。俺これ服屋とかで見たことある。あ、光った光った。色変えられるんだ。フェードにしたら、おお、赤いね。フェードにするんですか。赤いね。フェードにしたらこうやってドローずーっと。おわー、うん、あー、色変わりよ。でこっち見て、これね本当に趣味のあれでね。うん。お酒飲みがいる意見、はい、ワインかけるところとか、ワイン置くところとか。ワインあったやん、そういえば。置こうぜ。置こう。ライトつきますよ。誰かにもらったねこれね。誰。わあ、めっちゃおしゃれ。雰囲気で。あ、グラスが1個も入ってんだ。俺入れた。ちょっとワイングラスいっぱい買おう。うわ、めっちゃおしゃれじゃん。いつもの。いつもだよ。格だろ。格。でも入ってるやん。ため息らんない。格だろ。キムマスターになってなんかいいよ。いつもの。かつくこいつの顔さあ顔重たいんだよ。あとはな、はい、こんな感じでめっちゃ復刻なんかすごいやつらしい。なんか宇宙で使ってる、宇宙開発のあれやったですね。ロケットの断熱材みたいな、なんか、言ってた。ちゃんと読みます。はい、アイシン。なんでトヨタが出てきたんですか。触り心地、うん、ロケットの断熱材と。おっしゃ。まずじゃあ、はい、ギャッペっていうやつ。ギャッペ。ギャッペ。ペルシャ絨毯がずよく聞くやん、何十万何百万と、うん、その最近はギャッペってこっちが流行ってるらしくて、うん、まあ、ペルシャ絨毯となんか一緒みたいな感じで、はい、南ペルシアの遊牧民族によって織り込まれたと。で、多分中途半端に詳しい人は、はい、イランに魚いないじゃんみたいに言われるらしいけど、これすごく珍しくて、イランは海がないし、うん、あまり魚がほとんど取れないけど、うん、なんかお正月とか、なんか行事の年に1回だけ金魚を飾るんだって。そう、だからすごい向こうにしてはこのお魚はすごいなんか価値のある、うん、なんか珍しいんだって。めでたいんだ。めっちゃめでたい、うん、めっちゃ珍しいらしいよ。で、これギャッペっていうのが。ギャッペ、ギャッペは、おい、ギャッペって聞いてたらギャパーショー、驚かされた時に変の出てしまったやつ。ギャッ、ギャッペで、これなんかその手織りでやってて、あのコーヒーとかこぼしても、はい、シャンプーで。へえ、この毛って何かの毛なんじゃない。何かの毛なんだと思う。何の毛ですか、ユビさん。フェルトで羊とか 100年持つんだって。へえ、分厚いもん、ほら結構肉厚よ。こんなやつやったら 500g で1000円超えるよ。はい、じゃあ次バーカーさっき見たバーカーなんだけど、はい、ゼロからこの部屋のために制作してくれる。世の中にこれはもうこれしかない。すげえ、すげえ。これ椅子も、椅子もだと思う。で、ウォルナットの無垢材。うん、なるほど。で、さっき言ったように木目がわざと開いてるようなのを探してきて。あ、下も開いてるんですね、これ。そう、わざと開いてるのを探してきて樹脂を流し込んで、あのやってライトをつける。うーん、ズツール座ってる。これもおしゃれ優先だから、まあ座るのはね、座り心地よりおしゃれ優先ですって感じ。ソファーは大勢が買ってるように、サイズは特注品、この部屋に合わせてサイズを作って。何人掛けなの。知らん、全員座れっから。そうのために特注品で、これこうやってこう外すね。それがいいね。これがめちゃめちゃいいね。このテーブル素晴らしい。こうやってこうしたら、ここになんかお茶とか考えたらお茶とかこうやって、これいいよね。7人いけるか。7人いけると思うよ。で、カバーリング、これ全部カバーが取り外し可能にしてあるから、洗濯だし色変えたり、新しい。で、次テレビボード、はい、こちら。ウォールナットで仕上げ、バーカウンターと同室。あ、同じ。そう、これね、ここのやつ、これもこれも全部一緒の気にして、はい、全部一緒になってるって。で、あの
ここにスリットがあることによってここの中に何かあってもリモコンが通るようにしてる。あとすごいのが全部ワンプッシュ、またこっちから見て全部ワンプッシュ、おこれもワンプッシュ、おで開けて、へえ、素晴らしい。で次照明です、こちらこれの1個大時計、それ俺が室内でこのスクラブ振ったらパリッと思わせろ、次の日に終わりちゃう。で、これはなんだろう、フィラメントでなんかじゃないのかな、フィラメントで、フィラメント、夜になるとすごいいい雰囲気ですね、ね、夜になるとすごい、うん、でこの照明もいい色を出す、夜になると、で、カーテンがこの今流行りらしいけど、こうやってスリットで、おこうなるのが今流行りだし、あ、あいいね、多分これ二重にしないけどわざとしてるって言ってたかな、わざとこれを二重にすることによっておしゃれとか言ってた気がする。次観葉植物はこれ送っていただきました、はい、シルバンさん、シルバンさん、ありがとう、ありがとうございます。で最後今そうですね、バイ、そうか、あっちもやった、マリモそこで寝とっとか、お前マリモ、マリモお前ここで寝とっか、お前、はい、マリモ、はい、マリモちゃん抱っこするねー、うん、あーよし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 、うーよしよしよし、明るい、というわけでお和室でございますね、はい、これです、はい、マリモちゃんすごい、でこれが、はい、なんか何のこれ、これいいやろ、土地の木、なんでわかる、おい聞いたのここにこれ土地の木で、はい、でこのサイズもうこれ一本、うん、一本木ですね、うん、だからこんくらいの大きい木が生えてたんです、この一本木がそもそもあの価値があるし、うん、このサイズで大きなカーブを描いた縮み板、うん、これだからこう曲がったことによってこのなんかキラキラのこれ、うん、輝き、そう光るらしい、こう曲がってる木も一本木も珍しいし、こうキラキラなる、うん、でこのキラキラのコントラストも人気、超人気の木材だって、足はモダンに黒い金属を合わせており、リビングでも使用可能、だからリビングにこれ持って行ってもいいし、こっちにそう用途によって使い分けてもいいし、なるほど、ということで、あ照明もめっちゃ明るいのにし、うん、これはもう素材何でもいいから明るいって言っていや和室に合いますね、そしてこれもほんとすごいね、なんかここにん1枚の木は本当に高いですからね、木馬って木馬ちょっとあおしゃれ、ここ生えてる、金のやつが、ここからこう生えてる、木馬ホワイトベース、こっちに木目やっけんが、おい、あ、そういうの、ここ木目ない、木目にか年輪、どっちからでも年輪あるやろ、こうで、こう来た年輪出てくるよ、あ、いや、こうで言うんやろ、じゃなくたこう最初からみんな立てた状態が、はい、そうなんかスパンかってさ、こうこう太さあると道がさ、みんな分かってさ、こう生えたかこう生えたかをいいです、あそう結構やるとやる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 やばっ、あ、すげえすげえすげえ、あ、入りそう入りそう、あ、熱い、あ、もうよし、やめろちょっと待って、もうこの状態でヨガさん負けとくもうお腹がお手上げ疲れたすごかった、じゃあ今回はドローであんまくるくるって感じだったね、格闘技すげえな、この一人逃げたですね巻き添え食うとかとりあえず磨きってことねあ、それを決める戦いだですね磨きって呼びますありがとうございましたいろいろ変わったですね、うん、楽しみだ、いろんな動画が、ね、うん、
裏も磨き入ってるけど全然違う。寝技で疲れるね。ずーっと動きっぱなしやん。すごいね。これでも黒帯の人が好き異次元級。マジで？何それよくわからん。もうくっ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 。何それよくわからん。マジで。どっちが上かしたかわからん。俺も寝技覚えよう。夜の寝技は。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら。料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。